はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、Get Ready With Meをまた撮っていこうと思います。今日は事務所でアパレルの打ち合わせと、その後マネージャーさんとねご飯に行くんですけど、動画を撮ろうかなと思って、今日はね、なんかちょっとピンクな気分なので、結構ピンクのコスメをたくさん使ってやっていこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあまずはメイクからねやっていこうと思います。もうこっからピンクですからねこっからですらピンクですからね。もうなんかほんと最近ピンクにハマってて、何でもかんでもピンクのものを見ちゃうと、かわいい、かわいい、かわいいってなるんですよね。もう病気、ピンクに取りつかれました。てか最近マジで季節の変わり目だからかわかんないんですけど、肌荒れがすごいんですよね。ここにもニキビできるし、ここにもできるし、多分生理もね関係してると思うんですけど、最近夜結構パックとかねして頑張ってるんだけど、全然治らなくて、悲しい。花粉なのかな、私。でも花粉症ではないんですよね。まだ花粉症じゃないんですよ花粉症ってあれ、あ、そうだ、カラコンめっちゃ質問来るんですけど、最近はレンズベリーのテルベヘーゼルってやつを使ってます。可愛くておすすめです。そう、花粉症ってあれ、なんかタンクが溜まると花粉症になるっていうじゃないですか。で、実際私のお父さんも全然40過ぎたぐらいから花粉症になってたんで、ちょっと、たまになんかちょっと、あれ、鼻ムズムズしないみたいな時があるんですよね。でもなんか花粉症の方ってすごい花粉症にさせたがることないですかちょっとでもくしゃみとかすると、絶対それ花粉症だよみたいな、めっちゃ言われて、すごいなんか仲間にしようとしてくるから、私はでも言い張りますけど、いや絶対違うって言って。でもほんとみんな辛そうで、花粉症の方を見てると。今年特にひどいらしいですね。なんかみんな口揃えて、今年の花粉は本当にやばいって言ってた。いやマジでなんかメイクのりが本当に悪いな。なんで、悲しい。でも私1個思ったのが、私鼻炎持ちなんですよ。それで花粉症なんないのかなと思ったんですよね。若干元から鼻詰まってるから、年がら年中まあまあ辛いんですけどだから花粉症ならないのかなとか思って。鼻炎持ちの方で花粉症になってる方もいるのかな。だとしたらめちゃくちゃ辛くないですか。嫌だな嫌だなとか言って。よし、じゃあベースメーカーもこんな感じで OK なので、アイシャドウやっていきたいんですけど、アイシャドウね、ちょっと使いたいやつがあって、昨日事務所の方と、前マネージャーしてくださってた方とご飯行ってきたんですけど、きり丸ちゃんのマイロインクっていうコスメブランドの担当をしてて、そのマイロインクのコスメのセットをいただいてしまったんです。ピンクのアイシャドウがすごく可愛くて、こんな感じの色なんですけど、そう、これをちょっと今日使いたいなと。すごい可愛いパンフレットもついてきました。ありがとうございます。じゃあまずこの色塗ります。私こういうピンクね結構好きなんですよ、意外と。し、なんか私の肌に合ってるのか意外と盛れるんですよね。じゃあ次この色塗ります。多分私イエベだと思うんですよ。オレンジ系のアイシャドウとかよく使ってたんですけど、ある時ピンクを使ってみたらすごい自分にハマった感じがあって、そっから結構ね使ったりしてて、めっちゃ可愛いのこれ。じゃあ次この締め色塗ります。みんなどっち派なんだろう、ピンクとオレンジ。まあ他にももちろん赤系とかブラウン系とかいろいろあるけど、みんなアイシャドウは何色派ですか。まあでも私も結構あのファッションによって変えたりするから、グレーといったらカラーはないし、気分によっても変わったりとかはするけど、最近はやっぱピンク系だなこの動画ピンクって何回言うんだろう、誰か数えてくださいちょっとこのラメ塗りますね。このラメもめっちゃ可愛い。こんな感じかしら、可愛い。よっしゃ、じゃあアイシャドウは完成。あ、そうだ、最近ね、とあるものが届いたんですよ、皆さん。皆さん、ついに私の手元にも届きました。じゃんこちらです。すごくないですか、これマジで。でっかい。私ずっとね、あのトリプル A さんが好きって言ってたと思うんですけど、この、進次郎あたえさんのソロのライブがこの前あって、いつあったんだっけ、これって。秋ぐらいだったかな。DVD がついに届きました。嬉しい。でもまだねちょっと見れてないんだよな。なんかこういうライブ DVD とかって結構時間が長いじゃないですか。時間がある時に一気に見
たいなと思って、まだちょっと見れてないんですよ。でね、結構みんなからも DM 届くんですけど、私この DVD にね、なんか映ってるらしくてがっつりじゃないですよ。なんかこうちょっと客席をバーってあるじゃないですか、ぐらいの DVD で、でそこに映ってるらしくって、で私まだ見てないから確認してないんですけど、みんなから DM がすごい来るんですよ。しんちゃんのライブ DVD しなたん映ってたよみたいな、これしなたんだよねみたいな感じでめっちゃ DM 来て、えっはずと思っていやすごい嬉しいんですよ。それ嬉しいじゃないですか。いやなんかはずと思って、しかもなんかすごいノリノリで踊ってるところが映ってたらしくて、いやはずと思って、なんか恥ずかしくないですか。だってそのライブとかでちょっとこう乗ってるようなさ、撮られるってなんか恥ずかしいですよねそう、そんなこともねあったらしくて、でもなんか DM でその写真とかを送ってくれた方もいたんですよ。それを見てる限りめちゃくちゃちっちゃいから、みんなすごいなと思って、その一瞬で気づいてくれるのすごいと思って、そこにもびっくりしてるんですけど、そんなこともありましたね。で私前にも日誌のライブの時も、その DVD はなんか客席映る時にモザイクがかかってたのではっきりではないんですけど、一回映ったことがあって、あれこれ私らじゃんみたいな、そうなんかあれ恥ずかしくなるんですよね。嬉しい感情とともに、えなんか恥ずと思っててかこのマスカラすごこのマスカラすごい。これもね新しいコスメでマックさんが送ってくださったんですけど、めっちゃまつげ綺麗に伸びる、ボリュームも出るし長さも出るし、すっごカールキープ力もあるらしくて、今日初めてこれ使ったんですけど、マジめっちゃ軽くなっただけなのに、やっぱまつげはバサバサが可愛いよな。私は断然バサバサ派です。まつげは割とどんなメイクの時もまつげは絶対に主張が欲しいタイプです。うんすごいこれ。てかそうだ、最近ね推し関係なんですけど、私結構夢に推しが出てくるんですであれって起きて夢だったって分かった瞬間すごいってなるじゃないですか。まああれ現実じゃなかったかみたいな。この前もね推しが出てきたんですけど、その夢が衝撃的で、ちょっとメモしてあるんだけどTS トークショーに私が出て、でそのなんかまあ特典で、何なんだろうあれは、結構こう近くで話せるみたいな特典だったのかな、夢なのでそこまで詳しくないんですけど、設定は私がなんかを選んでたんです。確かね食べ物だった気がするんですけど、意味わかんないシチュエーションだけど、なんか食べ物を選んでて、その接客をしてくれてるみたいな。とりあえずもう私すごい声が好きなんですけど、声がとりあえず良すぎたっていう記憶がめちゃくちゃあって、夢の中でもメモにも声がとにかく良すぎるって書いてあるんですけどはず、何これ。で多分まあ幸せなね時間を過ごしてたと思うんです。夢の中なので皆さん怒らないで聞いてほしいんですけど、めちゃくちゃ話が弾んでたんですよ。その時何の話したか分かんないんですけど、めっちゃ長話しちゃって、でまあやっとね、はい、物が決まりました。でその選んだものはなんか分かんないけどおばさんに渡されましたそう、そこはねなんか分かんないんですけど、すごいこう陽気な感じのねおばさんに渡されましたやばで、その時にちょこちょこちょこって推しが来て、推しっていうのは、その時にこっそり最近 iPad で YouTube 見てるからみたいな感じで言われたんですよ。で、えってなるじゃないですか。なんかね、あ最近 iPad で YouTube 見てるよみたいな感じじゃなくて、ほんとなんかもうこっそりだったんですよ。最近 iPad で YouTube 見てるよみたいな、アイコンタクトじゃないですけどな感じで言われて、間接的に私のことを知ってくれてるみたいな言葉をかけてくれたんです。でも私はそこでもちょっとえってなるけど、もうグッとこらえて、あありがとうございますみたいな感じで帰ったっていう夢を見たんですよ。なんかもうリアルすぎて、それが起きた瞬間、夢だって分かった瞬間にうわーって思いました、めちゃくちゃっていう話。てか iPad ってなんか面白いですねなんでなんだろうで今度しかもトークショーあるんですよ、実際に。それもすごい現実的だし、なんかもう本当にとにかく全部がちょっとリアルで、すごい不思議な気持ちになりました。今の中の話だけど、でもなんていうんだろう、これなんかちょっと自家用になっちゃうからなんかあれですけど、 100% ないことではないじゃないですか。 99.9999% ないけど、その 0.0001% ぐらいはもしかしたら可能性があり得る夢の内容だったから、なんかすごい不思議だったんですよね、それが、っていうお話でした。はい、
ということで、じゃあリップ塗りたいと思うんですけど、最近買ったやつがあって、これなんですよ。このディオールのね、めっちゃパッケージが可愛いリップ。もう私見た時に、何これめちゃくちゃ可愛いと思って、即買いしてしまったんですけど、これケースとなんか別売りなんですけど、自分でカスタムできるやつで。前インスタ載せた時に何色にしましたかっていう質問もあったんですけど、717番と718番にしました。どっちもブラウン系の色なんですけど、717番の方が若干ブラウンが強いかな。こっちがちょっとピンクがかったベージュっぽい感じの色なんですが、今日はこれもね、ちょっと使いたいなって。今日はじゃあピンク系だから718番にしようかな。このリップね、マジでツヤが超綺麗で、すごい綺麗に乗ってくれるんですよね。ただやっぱり普段私メイベリンのマジで落ちないリップ使ってるので、まあ、マスクとかで落ちないことはないんですけど、でもすごい質感が可愛くて気に入ってます。カラーも可愛いですよね、めちゃくちゃ。よし、じゃあこんな感じでメイクは完成しました。じゃあ髪の毛をやっていきます。あ、その前に着替えてきます。よし、じゃあ着替えてきました。今日は服もピンクという、髪の毛がもうピンクが完全に落ちましたね。これなんかインスタでピンクシャンプー使うといいですよって言ってくださった方がいたんですけど、私もともとすごい色が抜けてるのでブロンドだったから、ピンクシャンプー使うと結構ムラになりやすいらしくて、だからあんま使わない方がいいかもって言われてたんですよね。だから使ってなくてずっと、それでも結構落ちてきちゃいました。あとピンクはね、温度も結構重要って言ってて、美容師さんが高すぎると結構抜けやすいらしくて、ぬるめのお湯で洗ってたんですけど、今回初めてだったからピンク入れたのが落ちも早かったんですけど、またピンク追加しようと思ってるので、何回か入れたら落ちもちょっと良くなるかなって思ってます。ピンク結構好評でした。すごい嬉しかった。個人的にも結構気に入ってるので、もうちょっと続けようかなという感じです。中のカラーもう少し暗めでもいいかなって思いました。馴染みすぎちゃってた感じがしたから。てかさっきの話に戻るけど、夢ってマジで不思議じゃないですか。さっきみたいになんかちょっとリアルな夢を見たり、ありえないでしょっていう夢を見たりもするし、私なんか面白い夢見たらみんなに共有したいと思ってメモしたりしてるんですけど、前もなんかね、マジで何この夢っていう夢を見たんですよ。あーったった、夢日記夢日記7月23とか見てる。これは夢日記に書いてあるぐらいなので、最近見た夢の中ではトップレベルのおかしい夢なんですけど、実家の車にお母さんとお父さんとお姉ちゃんと私と妹とおばあちゃんと私のお母さんのお姉ちゃんそこももう謎な構成なんですけど、が乗ってて、靴がめちゃくちゃ汚れてると。そのまま乗るとやっぱ車が汚くなるじゃないですか。それをお父さんに言われて、で、私たちは靴を脱いで座ってたんですよ。足を上げてこう座ってたんですね。でもなんかわかんないけど、お父さん知り合いの人を呼んでたんですよ。でね、その知り合いの方が到着したら、めちゃくちゃ大きい車だったんです。で、何この車みたいな、みんなで。その車が私たちが乗ってる車の後ろについて、で、お父さん車の後ろ開けるじゃないですか。そしたら足上げといてよって言われて、みんなこう、え、なになになにみたいな、なになになにが起こんのみたいな感じになってそしたらそのトラックからなんかめっちゃでかいぶっといホースみたいなのが出てきて、車を磨けてめっちゃこうスプラトゥーンみたいにブワーってなんかを発射するんですよ。でそれがよく見たら明太子ソースで、いやどういうことみたいな、いやなんで明太子ソースをぶっかけてんのみたいな感じになるじゃないですか。でも夢の中の話だからそれはもう普通なんですよ。私たちはこう普通にピーって待っててしかもなんで明太子ソースなみたいな、ピンクにハマってるからかなその時から私はピンクに侵食されつつあったのかもしれない。いや本当なんか謎すぎて、その夢はで、その明太子ソースが全体の床にこうピシャーって行き渡るじゃないですか。それと同時にママ、私のお母さんがめっちゃ急加速でバーンってバーンって車を発車して、でその勢いで明太子ソースだけが取り残されて、うまくこうスッてなるっていうまさかのコンビネーションを披露してくれて、いやマジ急加速で発車はやばい、うちはポーってなるみたいな。でもその明太子ソースは全部綺麗にパーって流れて、結果が綺麗になっておしまいっていう夢なんですけどね。どんな夢マジで。床綺麗になったって書いてあるけど絶対に汚れるからもちろん現実世界ではありえないことですから、夢ならではのエピソードですけど、起きた瞬間にちょっと安心したし、なんかもうマジで意味わかんなすぎてめっちゃ笑いました。普通に水でいいのに。
それを急加速して全部流すっていう考えも笑えるし、自分の中で真面目にやっている姿を想像するとマジで面白い。みんなもなんかそういう不思議な夢とか見たことあります？でも結構私インスタの DM とかで今日夢にしなたん出てきましたみたいな DM もらうことも多いんですけど、そのたんびにいい人であれって思います。いい役で夢に出てほしいなってめっちゃ思うんですよね。なんかエピソードあったら皆さんぜひ教えてください。よっしゃ、ちょっと今日はピシッとポニーテにしてみました。海外っぽい感じの分け目しっかりみたいな。じゃあ最後コーディネート紹介します。はい、ということで本日のコーディネートこんな感じでございます。今日はまあこのピンクがポイントなので他は結構シンプルな感じでまとめてみました。アウターこのねレザーのロングコートを羽織りたいなと思ったんですけど、結構これハード感があるかなと思ったのでこのスラックスとかスニーカーとかでカジュアルダウンさせてみました。ピンクにグレーってめちゃくちゃ可愛いんですよね。だから今日はちょっとグレーのスラックス、ちょっと濃いめなんですけど、ネックレスは結構ごつめなものをつけてインパクトにしております。でバッグはこちらサンローランのやつですね。ということで本日のコーディネートこんな感じです。はい、ということで準備完了したので今から行ってきたいと思います。今日も一日頑張りましょう。はい、ということで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。